全部墳町大鶴館古墳は、群馬県高崎市倉賀野町にある前方後円墳国の史跡に指定されている。本校では、大鶴館古墳の北に位置する小鶴巻古墳についても合わせて解説する。カラス川左岸の大地上に立つ、噴9丁123メートルの前方後円墳で、前方部を南南東に向けて築造されている。 本古墳は一帯に分布する倉賀の古墳群の構成古墳の一基で、周辺では公園武北側には墳球を接するようにして、小鶴巻古墳があるほか、北西約500メートルに浅間山古墳が築かれている。浅間山古墳は、その築造当時では、東日本最大規模の古墳であり、大鶴巻古墳、小鶴巻古墳とも浅間山古墳の3分の2、 および2分の1の掃除型で気づかれたとみられている。噴球は2段畜生とされるが、公園部に関しては3段畜生とも推測されている。また、噴球場では、埴輪兵や拳台の石が見られることから、埴輪列、吹き石の存在が推定されている。主体部の調査はなされておらず内部施設は明らかではないが、縦穴式石室であると考えられている。 古墳周囲に巡らされたシ堀は縦型をなし、現在も地割りにその痕跡が見られることが指摘される。このシ堀は、公園部北側において、部分的に狭くなっているが、これは、小鶴巻古墳の造営に伴う改変と見られ、大鶴巻古墳、小鶴巻古墳の築造の順序を表すものとされる。出土品として、円筒埴庭や比例器き円筒埴輪庭があるが、 これらは黒縁を有し取ったいと出率も高いものになる。これら埴輪や墳球、周堀の形状から、大鶴貫古墳は4世紀末から5世紀初頭にかけての築造と推定されている。小鶴巻古墳は、大鶴貫古墳の北側に隣接する前方公園墳。古墳は、大鶴貫古墳の周堀を削る形で築造されている。長メートルで、 噴景は、浅間山古墳の2分の1掃除型と見られている。公園部墳頂において、業界岩性栗抜き式石棺が見つかっており、これをもとに、大鶴管古墳に続く5世紀後半の築造と推定されている。小鶴巻古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。